こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県天理市のですね、一の物城にございますレジデンスボナール2の2階部分205号室ご紹介させていただきます。こちらの物件なんですけども、気持ちよくリノベーションされた物件となっておりまして、駅にもアクセス良好なおすすめのアパートとなっております。早速ね、こちらキッチンの方からご紹介を始めさせていただくんですけども、キッチン一番ね、身を引くのがこのおしゃれなシステムキッチンですね。こちら入れ替え済みとなっておりまして、まっさらなものをご準備しております。システムコンロがね、このように初めからついておりますし、収納もね、こんな感じでたっぷり取られているのが特徴ですね。非常にもね、こんな感じですごいいいですね。手元方もしっかりあって、給湯器のリモコンの位置もいいですね。こちらが冷蔵庫を置いていただくスペースとなります。お部屋の方にはね、このような照明器具ついているんですけども、こちら全て設備となっております。それでもそのまま引き続いて玄関周りですね。こちらが玄関になります。はい、お隣、こちらのスペースが水回りとなりまして、まずこちらがシャンプードレッサーですね。こちらが洗濯機置き場、奥がお風呂場となっております。こちらのお風呂はね、自動湯張りができるタイプとなっておりますので、とっても使い勝手いいと思います。はい、それからこちらがね、おトイレとなっております。洋式タイプのおトイレですね。はい、それでは見まして、こちら洋室ですね。キッチン横の洋室になります。エアコンの方が1台設備としてついております。こちらバルコニーになりまして、開けるとこんなイメージですね。本当に日当たりいいですね。暖かくて気持ちいいですね。それでは早速お隣の部屋の方にですね、こちら和室ですね。和室の方が浴場のスペースとなっております。こちらの方にはこんな感じのね、物置と押し入れがついておりまして、非常に収納力が高い、そんな収納になっております。本当に静かなとこですね。こちらの物件なんですけどもね、駅も近くてですね、静かでおまけに綺麗で安いというような内容が整った物件になっておりますので、お早めにですね、私ども賃貸の正木のホームページにアップしておる情報をですね、確認の上ご来店いただければと、そんな風に思っております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。